見ただけで旅気分、日本の温泉。ご覧いただきましてありがとうございます。今回は群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉。猿ヶ京温泉は東京から車で約2時間の距離にある温泉地です。かつて峠越えの疲れを癒すための宿場町として栄えました。温泉のお湯は無色透明で湯量がとても豊富なことで知られています。絶えず湧き出る摂氏56度の源泉が猿ヶ京温泉の一帯を常に潤し続けています。本日お世話になるお宿は源泉湯の宿千の谷。観光ではここから徒歩5分ほどの赤谷湖は遊歩道が整備されていて、湖や山並みを眺めながらのんびりお散歩ができます。魚釣りやカヌーを楽しむこともできます。こちらは宿の窓からの景色です。今日は仲良し3人旅、3ベッドの半露天付き客室で過ごします。貸切露天風呂が2カ所、1階と3階の2カ所の大浴場。露天風呂はまるで森の中にいるようでした。夕食は食べ飲み放題のビュッフェ、ライブキッチンも楽しめます。食事が終わると日本の伝統芸能紙切り芸を楽しめるんです。そんな和みの宿での癒しの滞在期を詳細レビューいたします。このチャンネルでは露天付き客室で2名2食付き5万円前後の宿を多くご紹介しております。見て知ってとことん楽しんでいただけるよう実際に訪問し詳細レビューをしています。動画後半には料金もご提示しております。ぜひ最後までご覧いただき、今後の旅にお役立ていただけると嬉しいです。チェックイン前に到着されている方が多く、ロビーが混み合っていました。少しこちらで待ちます。15時から18時までウェルカムドリンクのサービスがあります。ウェルカムドリンクをいただきながら待ちます。それではチェックイン作業です。本日のですね、ご夕食とご朝食がですね、バイキングでご案内させていただいております。本日のご夕食の時間ですね、入場時間を分けてご案内しておりまして、今からのお時間がですね、一番最初の前半のお時間で5時入場と5時半入場ですね。後半の入場になりまして7時の入場と7時半の入場になりますけども、夕食時はこちらのチケットを会場にお持ちになってください。朝食の方はですね、来た方順のご案内になりまして、朝食は6時半からオープンいたしまして、9時に営業が終了になります。会場はですね、同じ会場になりまして、あちらのですね、サイドの柱の奥がお食事会場になりますので、お願いします。大浴場当館1階、3階の2箇所あります。1階のお風呂がですね、こちら夜の11時で一旦閉まりまして、また朝の5時からになります。3階のお風呂はこちら夜通しずっと営業しておりまして、翌朝の10時までになりますので、よろしくお願いいたします。次にお浴衣になります。お浴衣はですね、お客様のお部屋にも入っておりますけども、真後ろタバコ自動販売機の奥にですね、浴衣コーナーもありますので、そちらからもお選びになってみてください。タオル、浴衣の帯はお部屋の中に入っておりますので、そちらからもお選びになってください。何かご不明点がありましたら内線7番のフロントまでお問い合わせお願いいたします。本日のお部屋がですね、私は露天風呂付きのお部屋になっておりまして、お部屋の温度の、お風呂の温度調整だけお客様にお願いしておりますので、こちらの方よろしくお願いいたします。お部屋にあります保冷庫の中にドリンク数種類入っておりますけども、そちらは全てサービスになっておりますので、お部屋着いたら皆さんで召し上がってみてください。入り口付近の様子です。その向こうには喫煙室があります。
こちらにはいろいろ方があり、選ぶことができますが、女性にはちょっと地味ですね。こちらのコーヒーは100円で利用可能です。ウィズコロナということで、中止だったイベントも再開されているようです。こちらでは伝統芸能紙切り芸、19時半からなので、また後ほど。それではお部屋に向かいます。こちらでは半露天付き客室は9階です。3ベッドルームは912号室です。今日は仲良し3人温泉旅です。明るいお部屋です。ベッドは3つ並んでいますね。やっぱり眺望が気になります。あら残念、このお部屋からは赤屋湖が見えません。気を取り直し、お部屋を見てみましょう。ソファーは2人掛けです。テレビ、タオルハンガー、空気清浄機、こちらのテーブルにはお茶セット、ライト、電話、ティッシュ、コーヒー、紅茶、ほうじ茶、お茶、コーヒーマシン、下の扉は冷蔵庫です。中の飲み物はサービス、スパークリングワインまでありました。各種グラスやカップ、ティーカップ、ポット、座りやすそうな椅子です。テーブルにはお茶菓子、テレビ、リモコン、ゆか子は3人分、中にはバスタオル、タオル、旅靴下、浴衣帯、ビニール巾着、ソファー後ろの扉、脱衣洗面スペース、すっきりした印象です。各種アメニティ、グラス、焼き物の陶器ボールです。ポーラ社製ケアセット、ボディタオル、歯ブラシ、コーム、ヘアブラシなどのアメニティ、ケア用品はエラバシェ、こちらはお部屋で1セットでした。
今日の椅子。ゴミ箱、ドライヤー、脱衣かご、そしてこちらはシャワールーム。お部屋には半露天、大浴場も2カ所あるので、お部屋の内湯は必要ありません。レインシャワーとハンドシャワー。こちらのケア用品はミキモト。ケア用品は好みがあるので、いろいろあるのは嬉しいですね。反対側の扉はトイレ、自動開閉です。リビング右手の引き戸、こちらはベッドルーム。仲良しさんたちで枕を並べてお話が弾みますね。枕付近にはコンセント類が充実しています。部屋の外へ出てみましょう。デッキスペースがあります。今日は残念なお天気、景色は楽しめません。ベッドルーム隣の扉、脱衣スペースです。カゴの中にはバスタオル、その下のカゴにはバスローブ、そしてまた扉を開けると洗い場です。バスローブ用のハンガーです。その奥には半露天風呂、こちらは湯もみ棒、源泉が56度なのでちょっと厚めです。好みに合わせて調節が必要です。陶器の円形のお風呂です。大人一人用の大きさです。窓の木製格子をずらすことにより半露天としてご利用いただけます。外の景色を楽しみながら温泉に浸かれます。今日は雨模様ですが、雨でも快適に過ごせます。お部屋に戻ります。こちらは入り口ドア付近、こちらは下駄箱です。入り口反対側の扉、こちらは物入れ、スーツケースなど収納できます。こちらはクローゼット。備え付けの浴衣、ハンガー、羽織が用意されています。一番下には金庫。大浴場へ行きます。ウォーターサーバー、自動販売機のある休憩所を挟んで、左は男性、右は女性大浴場です。一番奥はエステルーム。入ってすぐ下駄箱です。ビニール袋が提供されています。清潔に保たれた優しい雰囲気の脱衣場です。
無駄スペース、安全なため椅子は2箇所、なるべく自室で整えます。アメニティは困らないように揃っています。ケア用品はポーラ社製です。ウォーターサーバー、ベビーベッド、ロッカーは鍵付きです。明るくて天井が高い大浴場です。洗い場左側は個別に仕切られていて安心です。右側はお子様と一緒でも安心です。こちらの大浴場は手前、丸いヒノキの枠の中はちょっと厚めの温泉です。一番奥、茶色いタイル部分は寝湯、手前は立ち湯スペース、多様に楽しめる天然温泉の大浴場です。こちらは夜間の様子、そして露天風呂、私はここが大好きなんです。うちより低めの温度の温泉でとってもゆっくりできます。森の中で風を感じながら癒される、そんな気分になります。こちらは夜の様子、また違った雰囲気で素敵なんです。風に揺られ、擦れ合う葉っぱの音がさわさわと心地よく耳に響きます。それをずっと眺めていると、いつの間にか長い時間を過ごしていました。こちらは男性大浴場、下駄箱、ウォーターサーバー、ポーラ社製、ケア用品、体重計、女性立ち場より少し狭めです。かけ湯です。男性大浴場も寝湯、立ち湯などあり、女性大浴場とほぼ同じ形状です。男性露天風呂です。女性露天風呂に比べると少し小さめです。
こちらは3階。千の谷では3階にも大浴場があります。そして貸切露天風呂も2箇所あります。こちらは星見の湯。45分4950円。モダンなイメージです。定員は4名。ケア用品はポーラ社製です。バスタオルが貸切風呂専用で用意されています。ガラス張りの脱衣場です。1階の露天風呂が小さくなったような形です。こちらは晩傘。雨の日に差しながら入浴します。こちらは月見の湯。洗面スペース、こちらは明るいイメージです。アメニティはポーラ社製で一緒です。こちらも晩傘の用意があります。屋根がないので雨だと晩傘の出番ですね。石造りの長方形のお風呂です。次は3階の大浴場です。下駄箱。体重計があります。セーフティーボックスがあります。鍵付きのロッカーです。パウダールーム。ポーラ社製コスメ。優れもののトリートメント。3階の大浴場は15時から翌朝10時まで使用できます。こちらは洗い場、一つ置きに使用します。露天風呂へ行きます。こちらは隙間の空いた屋根があります。とっても静かな癒しの時間です。立つと景色が楽しめます。こちらはサウナ。ここから露天風呂が見えます。サウナストーンもあります。温泉のお約束が紹介されています。お楽しみ、夕食の時間です。旬の厳選素材や群馬の地産地消にこだわった新鮮な食材をバイキングスタイルでいただきます。アルコールを含む飲み放題プランになっています。千の谷のお料理は信頼できる生産者の無農薬食材で安全、新鮮、おいしいがポリシーです。お寿司は職人さんがオーダーで握ってくださいます。天ぷらは揚げたて、こちらもオーダーできます。
旬の食材をふんだんに使用され、彩りよく華やかで季節感あふれるお料理が楽しめます。スタッフさんが常に寄り添い、清潔で安全なお食事が提供されています。食欲をそそる香りがするライブキッチンです。お肉好きさんは何度も通われていました。無農薬のお野菜が使用され、新鮮で安全です。種類が多くてほとんどが手作りのお料理なのが嬉しいですよね。食材は少なくなるとすぐに補充されていました。キハダマグロの漬けもあります。お味噌汁、地元産のコシヒカリ使用のご飯、和洋中のお料理が揃い、どなたにも優しい夕食です。お待ちかね、こちらはデザートです。フルーツは食べやすくカットされています。こちらもなくなるとすぐ補充されていました。アイスクリーム、これはとても嬉しいです。お腹いっぱい楽しめました。ごちそうさまでした。この後、日本の伝統芸能、紙切り芸のお時間です。まだちょっとお時間があるので、お土産コーナーに行ってみましょう。靴下、洋服、お菓子、アイスクリーム、お酒など、ほとんどのものが揃います。お部屋でお酒を飲まれる方は、こちらで氷を購入します。300円です。そろそろお時間です。では、美容家と生徒さんにお越しいただきました。今日は皆様に日本の伝統芸能の紙切りというのをちょっと楽しんでいただきたいと思います。紙切りの名前をハサミヤ紙太郎と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。リクエストで何でも切ってくださいます。料金は500円です。コロナ禍とても大変なのだとか、YouTube でもチャンネルをお持ちです。ぜひ応援をお願いいたします。千の谷さんの夜のお顔を見に行きましょう。とっても静かです。これからの時期、紅葉、雪などまた季節ごとの絶景がご覧いただけます。さて、2階バーラウンジ水上、営業が再開されています。こちらはお食事処1000、ゲームコーナーがあります。こちらは卓球コーナー、30分550円です。昔ながらの温泉の醍醐味です。部屋に戻りました。お部屋の温泉は気兼ねなく、好きな時に好きなだけ。おやすみなさい。
はようございます。幻想的な景色もお湯に浸かりながら眺めます。朝食に行きます。朝食は6時半から9時までです。夕食も朝食も10分くらい早めにオープンしています。宿泊客の多い日はそんな対応もあるようです。朝食も旬の地元食材をたっぷり使用したメニューとなっています。朝食ではオムレツのライブキッチンです。三倍速でご覧いただきました。朝食もフリードリンクです。同じ場所でも昨日と雰囲気が違いますね。幅広い世代に満足いただけるようメニューは品数豊富に取り揃えられています。ご飯とおかゆがあり、私はおかゆをいただきました。ウィンナー、ベーコン、メンチカツ、ドライカレー、スクランブルエッグ、こちらはスープカレー、トッピングはお好みで。パンコーナーです。こちらは群馬県名物味噌パンです。土地の名物料理をいただけるのもとても嬉しいです。こちらはデザートコーナー。杏仁豆腐、フルーツが並んでいます。朝の腸活ヨーグルトです。いろいろと楽しめました。ごちそうさまでした。チェックアウトは10時です。最後の温泉です。仲良し3人、温泉三昧、ゆっくり楽しむことができました。源泉湯の宿千の谷、いかがでしたでしょうか。本日は半露天付き客室3ベッドルーム、飲み放題、ビュッフェ2食付き、26,404円の旅でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。明日も良い日でありますように。